4世紀の行政改革後のバルカン半島西部のローマ族州赤色がダルダニア。ダルダニアはバルカン半島中央部、現在のコソボ周辺を指した古代の地域名であり、またそこに設置されたローマ帝国の族州の一つである。87年から284年まではも、エシア族州及び上も、エシア族州内で使われた地域名だった。 ディオクレティアヌス帝の時代に独立した属州となり、293年から337年まではも、エシアカンクに属する属州とされた。ダルダニアという名は、紀元前2世紀から紀元前1世紀にかけて、ローマに征服されたダルダニア人に由来する。ダルダニアの先住民とされるダルダニア人については、イリュリア人であるとする説とトラキア家であるとする説がある。 もともとこの地域にはトラキア人が住んでいてイルリア人との接触を重ねるうちに混在するようになったとも言われている。紀元前279年にはケルト人がダルダニアに進出している。紀元前179年、マケドニアのフィリッポス5世の差し金によってバステル内族がダルダニア人を征服したがダルダニア人は紀元前174年に これを追放して独立した。さらに、紀元前170年、弱体化の著しかった、ダルダニア人はアンティゴノス・朝マケドニアにも破られた。紀元前168年、マケドニアとイリュリアが、共和制ローマの保護国となった。紀元前2世紀半ばに、ケルト系のスコルディスキが、ダルダニア人を支配下に置いたというが、それ以降、 ダルダニア人に関する記録はしばらく途絶える。再び彼らが歴史上に登場するのは紀元前97年のことで、この時にマケドニアから侵攻したローマ軍に征服された。ダルダニア人の奴隷や解放奴隷の中からして、当時の彼らは古代バルカン書語の中央ダルマティア型に属する言語を話していたとされる。その後、ダルダニアは早期にローマ化していった。 ローマに征服された旧ナルダニア王国の領域は、も、エシア属州の一部とされた。ドミティアヌステ期キの86年、もエシアは上も、エシアと下も、エシアに分割され、上も、エシアの一部をなす地域が、ナルダニアと呼ばれるようになった。2世紀の地理学者クラウディオスプトレマイオスは、ナルダニアを上も、エシアの、特別な地域と呼んでいる。ディオクレティアヌス帝は、 バルカン半島の大部分を管轄するも、エシア管区を設置し、その中に改めて11属州を置いた。その中の一つに、ダルダニア属州があった。球場も、エシア属州が、おそらく、ディオクレティアヌスの下で、ダルダニアと、モエシアプリマという二つの属州に分割されたのである。コンスタンティヌス一世の治世中もしくはその後に、 ダルダニアとトラキアから一部分ずつを取って、ダキアメディテラネア属州が設置された。モエシアカンクはたびたび分割されて、小さくなったが4世紀後半、モ、エシアカンクとダキアカンクが統合されて、入り入り組む道が設置された。これは、当初のモエシアカンクとほぼ同じ範囲を覆うことになった。3世紀までのバルカン人におけるキリスト教については、あまりわかっていないが、 325年の第一、二回アコ会議には、ダルダニア出身のマケドニアノダクスという聖職者が出席している。350年頃に編纂された、イクスパザテオとティアスムンディによると、ダルダニアは、マケドニアに、チーズやラードを供給していた。紀元前1世紀のダルダニア戦争の際、ローマ軍は、ナイスソスを占領し、これを軍団所在地とした。 この都市はトラキア人の地域のすぐ北を抑えているという戦略的重要性から上もエシアにおける重要な軍事拠点としてまた大きな市場として発展した。またローマ人は鉱山都市ムニキピウムダルダニクムを建設している。ローマ時代のダルダニアの主要都市はスクピ、ナイスス、ウルピアーナであった。上もエシア時代のダルダニアにはこの三都市の他にテランダ、 ウィキアヌム、ウィンデニス、ウェラニス、ダルダパラ、クエメダウア、ダマスティオンといった都市があった。6世紀バルカン半島の行政区画5世紀、ローマ帝国が東西に分裂した後、ダルダニアは東ローマ帝国に属した。プロコピオスはバルカン半島の地理を説明するために、かつてのローマ帝国の属州区画を使用したため、彼の著作にはダルダニアの名が残っている。 ビルディングス・オブ・ジャスティニアン第4巻によると、ユスティニアヌス1世紀には、ダルダニアで8つの要塞が新設され、61の要塞が再建された。この工程は、特にダルダニアの再建に力を注いだ。しかしダルダニアは518年の地震で、壊滅的な被害を受け、それに続いた飢饉によって人口が激減し、帝国辺境を形成するだけの防衛力を、 失ってしまった。6世紀、ダルダニアをはじめとしたバルカン半島は、スクラビアアントなどのスラブ人に接見されることになる。ありがとうございます。